こんにちは、こんばんは、それです。今回は最強マルガレータ会の激球に行きたいと思います。今、蝶釜パレードをやってる時に復刻かなで、最強イベントが一応立て続けに222で来るのかな。で、今回はマルガレータ行きたいと思います。でとりあえずパーティーが一応乱量トップではあるんだけど、まあ罠ゴマを入れて攻略していこうかなって感じなんだけども、乱量をトップじゃなくてもいいのかなっていうのはある。あのベルフェゴールとか罠ゴマリーダーでもいいんじゃないのかなと思いつつ、とりあえず行きましょう。ヒアソフィアだね。うん、フレンドはどうだろう、普通に竜で影光とかそこら辺でもいいと思うけどね。やっていきましょう。マルガレータ難しい、すっごい難しい。初手がよく右上に打ってくるんだけども、あ、右上ってか右だね。つうかね、火力が高い。で、左下下の子たちが赤竜像が、マグマ一面です。1.7倍、これしたね。上もそうか、右上で左上が、カドマスのみで 1.3 倍なんで、まあ 1.3 倍は確定だね。ハーピスト置いていきます。じゃあとりあえず、マグマがある段階でこの左下に6って書いてある子たちにコンボさせないようにしないと、まあまあ死にますって感じだね。とりあえず返していって、でマルガレータブリッツでクロリスかな、クロリスレオノーラ、まだ切ってねえか。あそこはちょっと取っておきたいな。下来られても、いや攻撃してほしいんで、バイセ置いて、で次アイレスオブルムでいけるかな。オッケー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 。貴様らの命はこので、これもマゴマがあるともう大変なことになっちゃうからね。これに 1.7 倍、まあ死ぬよね。はい、まあ死ぬよね。適当にやらせてもらうわ。これでも終わるんじゃないですかね。吹っ飛びな吹っ飛びな。これも今日もう高火力、えい、いい感じいい感じ。でレグスが来るまでに倒せれば火ダメが結構減ってるから結構いいかなって感じ。アイリストルームまで行っちゃうともうやばい、もうやばい。ほんで、あと手駒にもよるよね。確かにカミュか。で左上がバフの右、あとお三方左に下に9って書いてる子たちがマゴマとのあれなんで、そこにコンボされないようにしたいんですよね。次がゆるるんぐるか。紙を置いていってもいいかな。バレバレだね。まあ、ひっくり返されたら返されたで、まあ、火ダメが減るから、もしコンボスキルでねやられたら頭いいな。でもアルンがいるからね、マゴマがリーダーだと怖いっちゃ怖いんだよね。でベルフェコール、上を置きます。一応相手が CP だから、うん、コンピューターだから、オッケーオッケー、消してくるとは限らない。オッケー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 。でこの段階でマゴマが1枚あるんで、次がサマーアルンクロードか。コンボスキル発動されたら死ぬね。どうしよっかな、難しい。あ、なるほど、ベルフェコール、ベルフェコール、一応あ 1.1 倍か、全然上がってないじゃん。難しいね。下打ってクロードだから1枚返しだったら大丈夫なんだよね。1枚返しだったらゆるるんぐるとコンボされちゃうと死ぬから、一旦延命かな。
もっとのんびり行きましょうよ。とりあえずここに行ってで、クロードとのコンボしてくれるか。これが僕の力です。いきますね。6800から死んでますね、これ死んでますね。で、次何来るんだろう。次死ぬかな。なるほどね。ひっくり返されたらの罠だからあんまり気持ちよくないよね。回復1個入れておきますか。もっとのんびりいきましょうよ。 OK です。多分倒せないと思うけど。 OK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 。 でとりあえず耐えれるんじゃないですかね。よく鍛えている。レオノーラ、このレオノーラが預かろう。 OK です。あとは大丈夫ですね。すぐに逃げることをお勧めするよ。吹っ飛びな。行きましょう。これ誰だのコンボだ。あ、お前か。ここ吹っ飛びな。いやー、こう火力っていう感じですね。で今回はバトル1はうまくいって、バトル2はヒアソフィアがいなかったら死んでたかな。死んでたね、確実に死んでた。でヒアソフィアに助けられた感じはありましたが、とりあえずこんな感じで激球だね、クリアしております。今回使用したデッキがこちらでございます。イザナミとここは出てこなかったけど、まあ、カウンターもうまく使えれば、うん、結構いいんじゃないのかなって思いつつ、初めて1回ね、最初やった時は1回コンテにしたんだよね。で次にいや、マグマ入れたらいいんじゃないかと思ってベルフェゴール行った時に敵5000ぐらいダメージしてきたのかな。それは7000ぐらいで返したのかな。でその後バイスとかかな打って勝てたから、まあ、スキルマじゃないからね、スキルマだったらもうちょっと強いんじゃないのかなと思いつつ、でそれで後々調べたら、いろいろとね調べたら、マゴマを入れて罠カウンターでゴリゴリ攻めると。その代わりあの石像にコンボされちゃうと、まあ、ほぼ死ぬって感じだけど、まあ、とりあえずこんな感じで、でこの子も必ず強くなって、まあ、1体だけね、30勝以上して1体だけをゲットしたんで、ね、この子もまあ個人的にはいいんじゃないのかなと思って、今回出番なかったけどっていう感じですね。バイスもめちゃくちゃいい。ただ神単で HP を上げて特殊ダメージでゴリゴリか、こう罠を入れてっていう感じですかね。でも乱量リどうだろう、サマールンがいるから乱量の方がいいかもしれないね。サマールン、そっか、マゴマがリーダーだと石像プラスアルンにも気をつけなきゃいけないって考えたら、乱量リーダーの方が一つ注意するところが減るから、こっちの方がいい感じはするかな。でとりあえず、ノイレの透過素材、ノイレはねどっちにしようかなと思ってるんだけど、ノイレの透過素材でもありながら、マルガレータ自体もね、今回自分は初めてクリアしたんで、今回来てね、なんでちょっとスキルマ作りつつって感じかな。はい、ということで今回は、マルガレータ界の激球にこちらのパーティーで挑戦していました。まあ、とりあえずどうかな、個人的にはアイリストルームが強かったって感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。